ああ、私眠っちゃってたのかな。あ、絵筆が落ちてる。頭がクラクラする。それにナイトさんもいない。ここの芝生は柔らかくて踏み心地がいい。まるで雲みたい。ずっとこんな芝生の上で絵を描けたら幸せなのかな。このペースじゃコンセプト原画の残りは明日にならないと完成しない。ジョカお姉ちゃんと約束した日は今日なのに。この絵はいつできたんだろう。ナイトさんだ。おはよう、グレーシュ。おはよう、ナイトさん。グレーシュ、顔色が少し悪いようだが、どこか具合でも悪いのか。少しめまいがしてたんだけど、もう大丈夫だよ。何か食べた方がいいかもしれないな。あれ？ナイトさんがアトリエにいなかったのは、私のために朝食を取りに行ってくれてたから。昨日眠る前には絵を完成させたいと言っていただろう。君は何かに集中してしまうと周りの変化になかなか気づかないから、故に途中で眠ってしまったことにも気づけないだろう。ごめんなさい、ナイトさん。今度から気をつけるね。ナイトさん、ジョカお姉ちゃんは戻ったの？ああ、彼女は今持ち帰った粘土鉱物の処理をしている。じゃあ私の進捗を聞かれたりした？聞かれてはいない。彼女はそもそも完成させられない可能性があるとは考えていないからな。どうやら本当に完成していないようだ。明日にはできるから。つまり今の話を実現させるために今夜もアトリエにこもるつもりなんだな。それはグレーシュ、ジョカ殿は出版社の編集ではないし、君も連載持ちの漫画家ではない。今の君たちはこの大地で暮らしている普通の人間だ。普通の人間？ナイトさん、その話は筋が通ってるけど、後半は私だけだと思う。ああ、そうかもしれないな。君は火種計画や豪奢計画の執行者ではない。そして予備案として選ばれた箱舟計画も、箱舟が寄港してから計画は進んでいない。今の君は多くの明日を持っている。誰も催促してこないし、未来の心配をする必要もない。なのにどうしてそんなに焦って明日と口にするんだ。私、どうして私の秀作がここにあるの？心配ない。まずは秀作を回収しよう。綺麗だから気に入ってほしい。えい、ナイトさん。えい、えい、やったー。
回収完了だ。ナイトさん、ありがとう、ナイトさん。礼は不要だ。とにかくナイトさんが手伝ってくれてよかった。外に逃げられたら大変なことになる。今まではずっと収納箱の下の方にしまってたんだけど、昨日ジョカお姉ちゃんに渡す絵を整理した時にうっかり混ぜちゃったのかも。心配する必要はない。さらに外に逃げられたとしても誰かが処理してくれる。それってジョカお姉ちゃんと復帰お姉ちゃん。お姉ちゃんたちは融合戦士じゃないよ。相手が収束でもきっと困ると思う。君はまた今日が何の日か忘れているようだな。ナイトさん、まさか他にもジョカお姉ちゃんと約束したことがあるの？まあいい。君はしばらくの間ずっと絵に集中していたからな。忘れてしまっても仕方はない。だが後でジョカ殿に聞かれたとしても驚いた表情を見せないように。景色だね。いくら見ても飽きないと思う。ああ。まだらな木々の影、澄み渡る水の光、それに濃さの違う緑。あの角度からの構図もいいね。絵にする価値がありそう。グレイシュ、髪は必要か？うん、ありがとう。ジョカお姉ちゃんと復帰お姉ちゃん。グレイシュ、我がそんなに怖いのか？違うの、ただジョカお姉ちゃん、ごめんなさい。約束してた原画だけど一枚だけできてなくて。それならできた原画を見せてもらってもよいか？まだダメかも。だって原画を全部渡した時にジョカお姉ちゃんをびっくりさせたいから。構わぬぞよ。今渡してくれても我はびっくりするぞよ。でもグレイシュ、これほど優れた技術を持っておるのに、原画がないゆえに何もできず、粘土の前で途方に暮れている我を見ても、心が痛まぬのか？そちは単に見たいだけだろ。だったら何だというのだ。せっかくグレイシュが信州に来てくれたぞよ。いつここを出るかもわからぬし、彼女がいるうちに、我らの友情を証明するものを残すべきぞよ。そちがグレイシュにお願いした絵に、皆のイメージを忠実に再現する。写真のような機能があるなら我も多くは言うまい。しかし皆を原型にして勝手に二次設定を加え、さらにこの時代の人間に受け入れられる形で神話を編纂するなど、措置は恥ずかしくないのか？全然、むしろ誇りに思っておるぞよ。我らはこんなに頑張ったのだ。神話に登場してもおかしくないぞよ。しかし結局のところ、それは後の話ぞよ。グレイシュが原画を見せてくれたら、我の神話編纂の道もきっと今よりも順調。いた、姉上、なぜ頬をつれる？いい加減にするのだ。そちだって、フィギュアができる前に、他の人に細部を見せるのか？見せるぞよ。相手がアドバイスをくれるかもしれぬしな。グレイシュ、そちはジョカの話を鵜呑みにせず、自分のペースで書けばよいぞ。だが無論、我ら以外の人には簡単に絵をあげぬように。この件に関してはナイト殿、
グレイシュに注意してほしいぞ。ああ、そうする。なんだか姉上の言葉に含みがあるような気がするぞよ。経験談ぞ。芸術品が氾濫すると市場が干渉を受けるだけでなく、本来の価値が一気に下がることもある。グレイシュの絵が未来で一枚しか売れぬような状況にはなってほしくないぞ。うん。とにかく世間話はここまでぞ。なんといっても今日は年に一度の先行者集会がある。真面目にするべきぞ。ふむ、行くぞよ。なんだかグレイシュが驚いておるぞよ。みんながこんなに早く来てくれるなんて思ってなかっただけだよ。何しろ相手はケビンとスーゾ。フアに関してはもともと信州で活動しておるし、ここに戻ってくるのに不便はないぞ。久しぶりだね、グレイシュ。スーおじさん、ケビンおじさん、久しぶり。去年より少し背が伸びたようだ。箱舟が帰ってきて一年の間に、私とグレイシュがいろんな場所に行ったからかもしれない。うん。運動は嫌いだけど、骨の成長を促す効果があるって、ミビウスおばあちゃんがよくそう言ってたよ。ふむ、それはケビンにも当てはまるぞよ。確か、学生の頃は運動が一番得意だったと、メイ博士がそう言ってたぞよ。運動で背が伸びるかどうかなんて、ケビンは全然気にしてなかったけどね。スー。あ、はあ、多くの少年と同じように、僕はただ、勝利を手にした時の感覚を気に入ってただけだ。そして勝利の後に、得られるかもしれない注目も。そういうことだったんだ。ここにバスケットボールがないのは残念ぞよ。あったらケビンおじさんに腕前を見せてもらえるのに。バスケットボールはないが、今回は別のボールを持ってきた。これは僕たちが避難所で偶然見つけたエデンのコンサートの記念品だ。これをグレイシュにプレゼントしたい。ケビンおじさん、私、本当にもらっていいの？もちろんだ。今の僕よりも君の方がふさわしい。旧時代がまだ幕を閉じていなかった頃、この水晶玉、あるいはその同類は、いくつもの眠れぬ夜を共に過ごしてくれた。当時の僕は、これを見つめた時に、音楽に乗ってこの小さな楽園に入ることで、わずかな安らぎを手に入れられたんだ。だがある日、その力は突如として消えた。音楽は心に安らぎをくれず、むしろ僕にとっては眠れない理由になった。わかってるんだ。音楽は変わっていない。本当に変わってしまったのは僕の方だと。グレイシュ、君は純粋な子だ。その純粋さは君によく様々な視点を与えている。僕はこの音楽や小さな都市から見出せなかった、見ることもできなかった風景を眺められるだろう。だから君はこの水晶玉を受け取るのに最もふさわしい相手だと僕はそう信じている。でもグレイシュ、これは僕とケビンが前から決めていたことだ。ただ君が地球に戻ってきたばかりの頃はこれを渡すタイミングではなかったから。わからぬぞよ。タイミングがそんなに大事なら、半年後にやってくるグレイシュの誕生日にあげた方がもっと意味があるではないか。それもそうだね。でもグレイシュがずっとここで暮らすとは限らないだろう。我らをこんなに気に入っているのだから、
グレイシュはきっとここから出たりしないぞよ。うん、そうだ、フオはどこにいるぞよ。さっきまでここで一緒にお茶をしていたではないか。ああ、菜園が気になるって言いながらさっき急いで離れていったよ。我がいるぞよ。菜園に何かあるわけなかろう。そっちだからこそフアは安心できぬぞ。姉上こそ一度も水を運んでおらぬし、菜園に行ったことすらないのによく言うぞよ。恥を知るべきぞよ。グレイシュ、そっちとナイト殿さえ面倒でなければ。わかった、フアお姉ちゃんを呼んでくるよ。スー、去年頼んでいたことの進捗はどうなっているぞよ。残念ながら、君が読みたがっていたあの漫画の結末は、世界と共に海に沈んで死産する泡となってしまったよ。もう探す術もないんだ。まあよい、あの世界はかつての我らの文明と本質的に何の違いもなかったと、もっと早く気づくべきだったぞよ。我らはただ運に恵まれて続きを紡ぐ機会があっただけぞよ。ああ。それで他に面白そうな世界は見つかったか？そのアニメ、漫画、ゲーム、映画、小説がたくさん存在する世界ぞよ。少しならあるよ。よかったぞよ。フアがまだ戻らぬうちに少し見せてくれぬか？きっと我の神話創作に多くのインスピレーションをくれるはずぞよ。ナイトさん、準備できたよ。では出発しよう。ナイトさん、どうしてずっと黙ってるの？私は少し考え事をしていたのだ。え？気にするな。それよりフア殿を呼び戻すのだろう。うん。あ、フアお姉ちゃんだ。グレイシュ、そしてナイトさん、どうですか？新州での生活に慣れましたか？うん、ジョカお姉ちゃんと復帰お姉ちゃんがいろいろ手伝ってくれたから。ああ、箸にはまだ少し慣れていないが、その他は概ね順調だ。ナイトさん。フア姉ちゃんは何をしてるの？種まき？ええ。今は中旬ですから、種をまくのにふさわしい時期なんです。ジョカさんにお願いした畑も、もうすぐ収穫できると思います。え？その反応を見る限り、菜園の世話をちゃんとしていなかったからジョカさんはグレイシュをここに来させたんでしょうね。でもここ1ヶ月間は天気が安定していましたし、小雨が降ってもその後はいつも晴れが続いていました。彼女に分けた小夜豆はもともと世話がいらない野菜ですから。せっかくですし、グレイシュも種まきをしてみますか？あ、うん、やってみたい。こうして手で種を3つ掴んで棒で作った穴に優しくまくんです。その後平らになるように足で優しく踏んでください。そうすれば種は土により密着しますし、力を入れすぎてしまって空気が行き渡らないような事態も避けられます。フアお姉ちゃんはいろいろ知ってるんだね。実はこれは最も原始的な種まきの仕方なんです。農作業には多くの複雑な技術がありますから、私はまだ全部を把握しきれていません。でもフアお姉ちゃんは十分すごいよ。山の上にある家もフアお姉ちゃんが設計図を書いて自分で建てたんだよね。ええ、グレイシュには成功したように見えるかもしれませんが、その裏では何度も失敗していました。
慣れれば上手くなるんですよ。グレーシュは知らないと思いますが、火を追う賀に来る前、私は道場を経営する父親と共に暮らしていました。あの頃に私が一番多く触れたものは武術です。その後父親が病気で入院してしまい、私もその世話をすることになりました。あの頃は看病のコツを身につけ、家計を補うためにバイトをしたりもしました。その中には工事現場や畑の手伝いも含まれています。将来有望な人間になりなさいっていつも父親に言われていました。学者でも商人でも政治家でも軍人でも、何かのスキルがないと道は作れません。当時の私は父親の言葉を理解できませんでした。道場を継ぐことは将来有望と言えないのかと。お父さんとお母さんはそんなことを一度も言わなかった。自由に絵を描いて好きなことをしていいって。つまりふわお姉ちゃんのお父さんは期待してたからそう言ったのかな。私の父親は満足に教育を受けられず、貧乏の苦しさを知っていたからこそ、未来の私が同じ目に遭わないようにと思ったんです。コンさんとブランカさんはあの時代での自由がどれほど貴重かを知っていたからこそ、グレーシュに最大の自由を与えようと決めたのだと思いますよ。私たちのように種をまく者が種に対して抱くものと同じです。たとえ先の道が見えなくとも、まいた種に対して責任を負わなければなりません。なるほど、それが火種計画の本当の意味なの？あ、いいえ。悪いが、今日の昼下のためにそちたちの話の邪魔をしなければならぬぞ。復帰さん、何かありましたか？大したことではないぞ。簡単に言うと、我の愚かな妹が漫画に夢中になって、第二の神の鍵が観測した世界から出てこぬのだ。数なら強制的に観測を中断させることもできるが、そうすると彼女のような普通の人間には精神に不可逆的な影響を与えてしまう。故にジョカを連れ出してくれる人が必要ぞ。妹はグレーシュに頼み事をしておっただろう。ここはグレーシュに行ってきてほしいぞ。うん。お？すまない、復帰。ジョカが僕の注意を無視してしまって。構わぬ。妹はそういう人間ぞ。おそらく肝心なところを読んでいるのだろう。とにかく、皆もここで待つ必要はないぞ。ナイト殿は自由に行動してもよい。不和に関しては、本日の昼下を頼もう。我とケビンが手伝うぞ。ここがジョカお姉ちゃんがいる世界なの？ああ、彼女が望んだように、ここはエンターテインメント産業がかなり盛んな世界だ。ここで暮らす住人たちは精神的な需要を満たすあらゆる活動に夢中になっている。世界の泡の基準で話すと、彼らは豊かな発想と優れた想像力を持ち、その多くは小説、漫画、映画といった形で表現されている。しかもその中の一部の考えは人々により幅広いアイデアをくれるんだ。だからジョカお姉ちゃんは拒めなかったんだね。でもスーおじさんはジョカお姉ちゃんの居場所を知ってるの？ああ、彼女のいる本屋まで案内するよ。ただその間は決してここの住人に接触してはいけない。交流や人助けなど投影のバランスを崩すようなことをすると観測が強制終了してしまう。この世界にいる君は実体ではないからね。うん、分かってる。
獣おじさんは催促してないけど、先に助官姉ちゃんを見つけよう。このおじさんは嬉しそうな口調で話してるのに、色が暗い灰色、私のよく知ってる色。グレッシュ、状況が変わった。僕が君の精神をここに投影している隙に、ジョカはここから離れたようだ。ジョカお姉ちゃんはそんなに鋭い人だったの？僕の精神力は有限なんだ。二人の精神投影を維持したまま、片方、つまり彼女の行方を追い、別の場所にいるもう片方を案内することなどできないと彼女は知っている。実は1回目の先行者集会の時から彼女はこういう鬼ごっこをしだしたんだ。通りで復帰お姉ちゃんは全然焦ってなかったんだね。スーおじさんも楽しんでるみたい。もうそうだね。何度も付き合っているし、ジョカがどんな場所で漫画の続きを読んでいるのかも予想がつく。あとは一つずつ確認するだけだ。もちろん時間を節約するように、目的地を特定したら君を直接そこに移すよ。スーおじさん、猫カフェに行ってみよう。静かで居心地のいい環境はアイデアが湧きやすいから。そう考えるとチョカお姉ちゃんが行く可能性はあると思う。そうだね。があったら絶対に触ってあげるから。猫たちの性格は分かりにくい上に感知力も人より強い。だから避けづらいと思うよ。それで次はどこに向かうんだい？もちろん時間を節約するように、目的地を特定したら君を直接そこに移すよ。可能性は低いけど、チョカお姉ちゃんの性格を考えるとやっぱり調べよう。あれ、どうして精神投影も早く昼食を食べられるように僕たちは急がなければならないようだ。もちろん時間を節約するように、目的地を特定したら君を直接そこに移すよ。どうしてだろう、チョカお姉ちゃんが一番行きそうな場所はここだと思うの。前回鬼ごっこをした時に復帰も似たようなことを言ってたよ。その結果、人の多いゲームセンターは身を隠しやすいが、読書には向いていない。考えが足りなかったね。大丈夫だよ。これはただの遊びだから。それで、次はどこに向かおうか。もちろん、時間を節約するように、目的地を特定したら、君を直接そこに移すよ。スーおじさん、私あることをずっと考えてるの。今年になって私は初めて先行者集会に参加した。でも第二の神の鍵で観測した世界で
チョカお姉ちゃんが鬼ごっこをするのは初めてじゃない。だから、チョカお姉ちゃんは今回、鬼役の人は多分、グレーシュだろうなって推測して、それを前提にして行動すると思うの。読書に向いてて、私が調べようと思わない場所があったら、それはきっと、学校だと思うの。出入りに少し手間がかかるけど、ジョカは以前学校に隠れたことがあったよ。私が言いたかったのは、ジョカお姉ちゃんはきっと最初の本屋にいると思うの。最も危険な場所は最も安全な場所か。グレイシュの考えは理解できるけど、君が本屋に入る前から僕はすでにそこを調べ済みだよ。ジョカはそこにいないんだ。あ、それなら残された可能性は一つだけ。チョカお姉ちゃんは多分、私がまだ行けない場所にいるんだと思う。例えば、未成年の子供をあんな場所に行かせるとは、措置は大したものぞ。これは狙っているのではなく、完全に不正ぞ。姉上、それは聞き捨てならぬぞよ。臨機応変と言うべきぞよ。水ならここに。助かったぞよ。チョコお姉ちゃん、大丈夫？平気ぞよ。ナイト殿が水をくれたおかげで助かった。礼を言うぞよ。大したことではない。幸いにも君が食べた量はそれほど多くなかった。でなければ食道熱傷の可能性もあっただろう。僕がこの入り豆腐を冷やそうか？それは少し冷やしすぎになってしまうかと。とにかく伸びてしまうと美味しくないので、まずは私が作った麺を食べてみてください。ジョカさんは後でも大丈夫です。グレーシュはまだお箸がうまく使えないんですよね。この機会に私がレクチャーしましょう。練習を重ねれば半月ほどで身につくかと思います。わかった。自覚はあるのか？当然ぞよ。食器を片付けてお茶を飲みながらおしゃべりするぞよ。ところでグレーシュ、我の原画が出来上がった後、何か予定はあるか？あ、まだ決めてない。あ、我らをこんなに気に入っているのだから、グレーシュはきっとここから出たりしないという我の言葉で悩んでるのなら撤回するぞよ。退去山で我らと共に暮らすのもよし、世界旅行を続けるのもよし。どちらにせよ、我らはソチを応援するぞよ。そうだ、箱舟はまだ火を追う蛾の発射上級席にあるのか？ああ、ビルビーが残した自動修復装置は僕とケビンが起動させている。約半年ほどで箱舟は元の状態に戻れるはずだ。とにかく急いで決めなくても大丈夫ですよ。それを考えられる時間はたくさんあります。焦る必要などありません。うん、わかった。
ナイトさん、もう寝ちゃった？まだだ。どうかしたのか？その、もう一つ質問したいの。ん？ナイトさんは今日、何を考えてたの？グレーシュに関することだが、別に複雑な問題ではない。ただ知りたいんだ。グレーシュは今日、楽しかったか？その質問なら、私に直接聞いてもいいことだし、夜まで待つ必要はないと思うよ。しかし、夜にならないと一日の終わりにはならない。うん。じゃあ、今日は楽しかったよ。まるで綿あめの上を歩いてるみたいで甘かった。でもナイトさんは楽しくなかったんだよね。ナイトさんが楽しくなかったから今の私も昼間みたいに楽しくない。ナイトさん、何か悩みでもあるの？私に話してみて。私が他の人に言うかもって思ってるなら指切りしてもいいよ。ありがとう、ありがとう、クレシュ。もう遅い時間だ。子供は夜更かしするべきではない。でも約束しよう。明日になったら私の本音をグレーシュに教えると。じゃあ嘘をついたらダメだよ。ああ。私、眠っちゃってたのかな。あ、絵筆が落ちてる。あ、頭が。クラする。グレーシュ、すまない、遅くなった。大丈夫だよナイトさん、ちょっと転んだだけだから心配しないで。怪我はしていないな？うん。ああ、ならいい。まだめまいがするのか？何か食べた方がいいだろうか？ずっとアトリエにこもっているから、きっと絵を描くために夜更かししたんだろうと、ジョカ殿から託された朝食だ。ごめん、もうしないよ。ああ、まあいい。ひとまず食事をしよう。うん。うん。グレーシュ、食欲がないなら少しだけ食べて空腹を満たせばいい。いいの。ゆっくり食べたら食べきれると思う。チョカお姉ちゃんは忙しいのに、毎日早起きしてフッキお姉ちゃんと私に朝ごはんを作ってくれてるから、全部食べなかったらきっとチョカお姉ちゃんは自分のせいにすると思う。私が一緒に食べられたらいいのだが。いつか食べられるようになるかもしれないよ。そうだ、ナイトさん、今日って先行者集会の日だよね。確かにそうだが、忘れてると思っていた。実は私もさっき思い出したんだ。チョコお姉ちゃんがうっかりおかゆに落としちゃった野菜を食べたみたいにね。それに昨日夜更かししたのは、チョコお姉ちゃんがフィギュアの制作を今日始められるように喧嘩を見せたかったから。大丈夫だ、グレーシュのペースは遅くない。ジョカ殿もそれを知っているから
一度も催促していないんだ。でも約束を守らない人にはなりたくないの。とにかく明日こそ最後の一枚を完成させてみせる。夜更かししない前提で。また夜更かしをしてしまったらどうする？その時はもう一日書けばいいの。ナイトさん、朝ごはんを済ませたよ。準備ができたら出発しよう。集中できてないから、原画が一段落したらまた再開しよう。早く終わらせなきゃ。距離があるように感じるのかな。おかしい。どうして私の収作がここにあるんだろう。心配ない。まずは回収しよう。綺麗だから気に入ってほしい。いや、もう F で私に服従しなさい。回収完了だ。ナイトさん、収作は箱の下の方にしまってあるような気がする。どうして外で走り回ってるの？箱自体に問題があったんだろう。この一年間私たちといろんな場所に行ったからな。静かな環境よりも山を越えて川を渡る方が好きなのかもしれない。それもそうだね。私が眩しい。グレーシュー、チョコお姉ちゃん、フッキお姉ちゃん、おはよう。あと少しでお昼ぞよ、グレーシュ。さすがに起きたばかりではないぞよ。うん。グレーシュの収作が急にアトリエの廊下に出てしまってな。それを回収するのに少し時間がかかったんだ。なるほど。
我が作ったアサギがまずくて食べられなかったのかと思ったぞよ。そんなことないよ。ちなみに直お姉ちゃんと復帰お姉ちゃんは外で他の習作を見かけたりした？いや、アトリエの外に逃げられても心配ないぞ。ふわ、スー、それにケビンも石机の方で茶を飲んでおるから大丈夫ぞよ。それなら安心だね。待て、グレッシュ、冷静すぎではないか？ケビンとスーに会うのは約1年ぶりだし、ソチが大巨山に着いたのはフワが崩壊獣の剣で山を降りた後ぞよ。それは多分昨夜からなんとなくそんな予感がしたから。ジョカ殿、皆が揃っているなら私とグレイシュは菜園で野菜を取ってこようか。そうしたら昼食の時にもう一度菜園まで向かわずに済むだろう。それは良い、お願いするぞよ。ナイトさん、フアお姉ちゃんは今菜園にはいないよね？ああ、石机のところでお茶を飲んでいるとジョカ殿はそう言っていた。しかしなぜ急にそれを聞くんだ？私、よくわからないんだ。本当に、フワお姉ちゃんだ。グレイシュ、そしてナイトさん、お久しぶりです。うん、久しぶりだね。フワお姉ちゃんは、スーおじさんやケビンおじさんと一緒にお茶を飲んでたんじゃないの？どうして菜園に？ええ、ふとまだ菜園を確認していないことを思い出しまして。それに後ほど昼食を作らないといけませんから、こちらに寄ろうと考えたのです。まさかジョカさんに私を呼ぶように言われたんですか？うん、先に菜園で野菜を取ってきたらお昼の準備をするときにもう一度行かずに済むってナイトさんが言ってたから。これも以心伝心なんでしょうか？もちろんだよ。そうだ、せっかくここに来たんですから種まきをやってみませんか？うん。グレイシュ、一つ質問してもいいでしょうか？え？私がいないときはグレイシュが菜園の世話をしていたんですか？うん、菜園の世話はジョカお姉ちゃんが担当してるよ。そんなに通ってたわけじゃないけど。でしたらグレイシュは農作業の才能があるかもしれませんね。私が教えなくてもよくできています。色のようにグレイシュがすでに農作業の本質を見抜いているからでしょうか？覚えていますか？かなり前のことですが、あなたは長く一緒にいた人の色に言動が染まり、その相手になりきることがありました。ふわお姉ちゃん、今の私はもう違うよ、約束する。誤解していますよグレイシュ。あの時の私はあなたに感謝していたと、そう伝えたいのです。何せその人の色に染まるということは、つまり相手自身もなかなか気づかない本質を見抜いているということですから。オーストラリアでの大火災の後、私は一度自分自身に疑いを抱いていました。みんなの目に映る私はいつもと大して変わらなかったと思いますが、本当はずっと考えていました。自分が何度も生き残ったものとして、亡くなったものに何ができるのかと、そういう度が過ぎた反省に前向きな意味は何もないとあの時から分かっていたんです。でもそれはあの頃の私にとっては唯一の生きる意味だったということも理解しています。それはある日、私になったグレイシュに出会うまで続いていました。グレイシュのおかげで私は思い出したんです。自分にできることを知りたいです。あんたは一生分の時間でそれを考えられるから焦る必要はないわ。自分に何ができるか、
誰かのために何ができるか、その二つには全く違う意味があります。それに結局私たちは全力を尽くしても誰かのために行動できずに終わりました。何せ私たちは今に身を置きながらも過去に属していますから、たとえ私たちが今の世代の人々と共に長い年月を過ごせるとしても、私たちは彼らの一員だと誰が断言できるのでしょう。ふわお姉ちゃんはこの時代の人たちと多くのつながりを持ちたくないみたいだね。私自身にもうまく言えません。グレッシュたちと一緒にいる時間はとても楽しくてリラックスできます。それでも今この瞬間の私は過去の人間です。それも別に悪くないと思っています。私もだよ。悪いが、今日の昼下のためにそちたちの話の邪魔をしなければならぬぞ。え、復帰お姉ちゃん、チョカお姉ちゃんに何かあったの？どうやらトラブルといえば誰もが我が愚かな妹を思い出すようだぞ。あ、ごめんなさい。いや、謝るのはジョカの方ぞ。だがそこまで分かっているなら彼女を連れ戻してほしいぞ。え？ナイト殿は自由に行動してもよい。フアに関しては本日の昼下を頼もう。我とケビンが手伝うぞ。それならグレイシュと共に行動してもいいだろうか？もちろんだ。ここはエンターテインメントがかなり盛んな世界みたいだね。みんながゲーム、漫画、映画とかの話をしてる。鋭いね、グレイシュ。見ての通り、ジョカがここから出ようとしない理由もそこにあるんだ。せっかくの機会だし、興味があるならこの世界についていろいろと知ってみてもいいんじゃないかな。ただこの世界の人々と交流を持たないようにしてほしい。グレシュ、スー殿の言う通りだ。せっかくここに来たわけだし、他の世界についていろいろと知ってみるのもいいだろう。わかった。なんとなくナイトさんが一番楽しんでる気がする。じゃなきゃ私と一緒に行くなんて言わないよね。ああ。もしもし、俺だ。ああ。お前に話さなければならないことがある。ついさっき手紙をもらったんだ。中にはこう書いてある。先生が書いたユリアンはフィクションのキャラクターですが、私に何よりもリアルな感情を与えてくれました。カルースで冒険する彼を見ているだけで感情が高まり、やる気が満ち溢れます。更新のない日々はいても立ってもいられませんでした。先生のプライベートに口出しするべきではないと分かっていますが、どうしてもこの偉大なる物語の続きを書いてほしいんです。なあ、今の聞いたか？本当に俺の更新を待ってくれてる人がいるぞ。でもそうなると創作が諦めきれなくなってしまう。グレシュ、この男性は創作をし続けると思うか？灰色のおじさんにとって手紙は偽りの希望でしかない。でもその手紙のおかげで灰色のおじさんの世界に楽しい橙色が増えたの。すごく薄くていつ消えてもおかしくない橙色だけど。つまり君は彼は諦めると言いたいのか？ナイトさん、たとえ消えた色でももう一度思い出すことがあるんだよ。
フワお姉ちゃんたちが今してるのも、そういうこと。それに、私は、灰色が諦めを意味すると思わない。だって、単調な灰色を抱擁した人たちの多くは、世界の色が最も見えやすい人たちだから。まるで、デッサンを経験しないと、絵の具を理解できない、みたいな。いい答えだね。では、彼のその後の話を教えた方がいいかい？大丈夫だよ、スーおじさん。私は、灰色のおじさんのことを信じてる。使徒剣ってば、面白すぎるでしょ。やっぱりシュン先生は天才だよ。やっと見てくれたのね。ねえ、早く感想を教えて。一番印象に残ったけど、一番納得がいかないところは、やっぱり最後の長回しのシーンだよ。竹小屋の中で、ヒンさんが肌身離さず持ち歩いていた折れた剣を見つめ、ヨウちゃんが言葉も涙も失ってるところ。まるで時間と思いが停滞したような。その沈黙とともに、外の雨音がどんどんクリアになっていく。そこで映画が終わったでしょ？いわゆる希望を持って帰るために、バカなヒンさんは料理人のヨウちゃんに人生で唯一の嘘をついた。ヨウちゃんはすごく賢いのに、その嘘を信じてしまった。物語として完成してるし、いい話だけど、やっぱりこの終わり方は受け入れられないよ。決めた。私がヒンさんとヨウちゃんに完璧な結末を書いてあげる。もう？血と剣はファンの二次創作がたくさんある作品だって分かってるけど、私が理想とする結末は誰も書いてないの。自分が期待してた話を書いてくれる人がいないなら、自分で書くまで。なんだかジョカお姉ちゃんと似てるね。誰かのために行動するのではなく、自分に何ができるのかを知りたい。そんな純粋な動機があるからこそ、ジョカ殿は毎日やる気満々なのだろう。彼女が今の話を聞けなくて残念だよ。聞けたなら、僕たちはもっと早く昼食を食べられたかもしれない。何を書いてるの？青空の上の世界を描いてるんだよ。あそこにあるのは触れない小さな光だけで、他には何もないよ。そんなものより海の世界を描いた方が面白いと思うんだ。でも船が海に入るまで、その中に魚やサンゴがいるなんて誰も知らなかったでしょ。だから空の上には何があると思う？つまり、空の上には、一体何があるの？それは、みんなが今でも答えを探してる問題だよ。ビルビオ姉ちゃんは、この船に乗ったら、描ききれないほどの素材を見つけられるって言ってた。でも私が、コズマの代わりに、箱舟計画を執行したいと話したとき、お姉ちゃんは、すぐに態度を変えたの。多分、知ってたんだと思う。いくら星が多かったとしても、宇宙を灯すことはできない。いくら巧妙にできてる絵筆でも、真実には及ばない。当時の彼女にできたのは、子供が理解できない真相を、私に隠すことだった。でも今の私は、自分の答えを持ってる。未熟で、甘いかもしれないけど、あなたに教えたいの。
聞いてくれる？私は聞くよ。どうやらループ現象を引き起こしているものはまだ限界にたどり着いていないようだ。しかし私とグレイシュは多少なりとも限界に近づけたはず。頑張らなければ。一つ前の今日は食事に時間がかかったから、ケビン殿とスー殿のところに向かわせずにフア殿の居場所に向かわせた。グレイシュは種まきを覚えていた。そのためフア殿は過去を思い出し、グレイシュに新たな気づきを与えた。その後の鬼ごっこで私は自らグレイシュに世界を観察するように提案した。男の子と女の子の会話を聞いた後、グレイシュが裏にある力と真逆な何らかの考えを持ってしまったせいで今日はリセットされた。今までで一番早くリセットできたとはいえ、眉を潜めて食事するグレイシュをもう見たくはない。やはりうっかりと弁当箱を落としたふりをして残ったのは水だけだったという案で行こう。それなら今日は流れ通りに進むはずだ。しかし最も厄介な点もここにある。休眠装置外部のコントロールパネルは操作できない状態だから、強行突破すると中にいるグレイシュが怪我をしてしまう。つまり箱舟の内部で休眠装置を安全に開く別の方法を探さなければならない。以上が箱舟計画に関するすべてだ。疑問に思ったことは？よろしい。執行者本人に疑問がないならこれで解散しよう。待ってくれ。おや？ビルビー、箱舟にできることはこのファイルに詳しく書かれている。しかし計画に関して最も重要な部分、執行者が何をすべきかについては言葉足らずのようだ。なぜだ？ふむ、君の心配は理解できる。だけど正直に言うと、その部分は説明不要なんだ。私に言わせてもらえば、正常な理論認知能力と色彩識別能力があれば誰だって箱舟計画の執行者になれる。設計をし始めた頃、私は箱舟内部の複雑な操作システムをできるだけ簡略化した。赤色のボタン1を押せば箱舟が飛ぶ。緑色のボタン1を押せば休眠装置が開く。ほら、全然難しくはないよ。無論面白みが足りないとコズマ本人が思うなら、シンプルモードからプロモードに切り替えることも可能だ。それだけじゃない。航行中に遭遇しうる
あらゆる予想外の状況をあらかじめ考慮し、様々な携帯版説明書と人工知能搭載の質疑応答システムを作っておいた。携帯版説明書？ビルビーの姉ちゃんが私に録音を頼んだあれのこと？最先端の工程機材の今世紀で最も偉大なエンジニアがその人生の半分をかけて編纂した取扱説明書のことかな。それはその中の一部だけど、君の言う通りだよ。とにかくグレーシュのような年の子も十分な訓練を受ければ箱舟の乗客になれる。この例は良くないかもしれないね。でもそれが執行部分に関する私からの説明のすべてだよ。当時のビルビーの説明によると、まずは質疑応答システムのコンソールを探すべきだと思う。何せ携帯版説明書はグレーシュが持ち歩いているかもしれないから。よし、出発しましょう。このコンソールは前に光の霧で見つけたものと同じだ。あの時は B さんの力を借りることで中の情報を呼び出せたけど、今はまあこれ以上考えても仕方がない。まずはやってみましょう。顔認証を行っています。お待ちください。来訪者は火種計画執行者フア。訪問権限を確認。コンソール呼び出し中。待って、私もともと箱舟システムの訪問権限を持っているということでしょうか。冗談だよ。要するに君が見ているノームは幻覚が現実にかけた帳のようなものなんだ。もちろん幻覚の現れ方は君自身に深く関わっている。コンソールの方は初めから現実に存在しているものだよ。巧みに仕掛けられた帳に現れたボロいやつだから、僕はそれをバグと呼んでいる。理解しやすいでしょ。つまり B さんの助けはそもそも最初からいらなかった。あの時の私はバグに気を取られて B さんの言葉、コンソールの方は初めから現実に存在しているものという肝心なところを見落とし、隙を与えてしまった。こうなってしまった以上、まずはコンソールで何ができるか確認しましょう。これだ。質問をはじめに口にしてください。できる限り答えます。質問。外部のコントロールパネルが操作不能な状況で休眠装置を開けられる方法はありますか？逆に質問します。その最終目的は休眠装置内のパイロットを目覚めさせることですか？ええ。では休眠装置を出てもパイロットが目覚めないかもしれないという心の準備をしておいてください。補足説明です。パイロットの今回の休眠は56万1397日間に至っています。その間箱舟は終始着陸状態のため、システムは何度もパイロットを目覚めさせようとしましたが全部失敗に終わりました。もしかしたら彼女の精神は永遠に体の中で
休眠しているのかもしれません。あるいはそういうもしもの話はいりません。休眠装置を開ける方法だけ教えてください。準備ができましたら、回廊の突き当たりにあるコンソールを使って休眠装置とサポートエネルギー供給システムの接続を切ってください。休眠装置の全モジュールが停止し、強制的にドアが開きます。今の状況はあまりにも怪しい。監視カメラの画面から見る限り、遺伝子倉庫に破損はない。でも正常に稼働していることを意味するライトはついていない。質問。箱舟のエネルギー供給システムに問題はありますか？質問を検出したため回答を開始します。現在の箱舟のエネルギー供給率は 18.7%。 昨日と比べて 0.46% 減少しています。現地資源採集システムを直ちに起動、または休眠装置の使用を一時中止することをお勧めします。どうして休眠装置なんですか？現在休眠装置は箱舟で最もエネルギーを消費する設備です。箱舟のメインエンジンが行方不明になっている今、制限を設けなければサポートエネルギー供給システムの貯蔵は1ヶ月以内につきます。メインエンジンが行方不明、つまりずっと予備バッテリーを使っているということですか？でも箱舟の構造を考えると、どうしてメインエンジンも？いえ、要点はそこではなく、もし遺伝子倉庫が正常に稼働していないのが箱舟のエネルギー供給不足によるものなら、あの時代のあらゆる遺伝子サンプルは間違いを検出したため訂正を開始します。遺伝子倉庫に保存されていた動植物遺伝子サンプル3844セット、人類遺伝子サンプル216組はすでに全部使用されました。それは、質問。遺伝子サンプルを使用した人は誰ですか？箱舟計画執行者グレーシュです。じゃあ監視カメラはその時の映像を記録していますか？残念ながら監視システムは長く稼働しているため、当時の映像はすべて上書きされ読み込むことはできません。ですが箱舟が出航してからの航行日誌を提供できます。映像記録の保存原理とは違いますので、より多くの情報を提供できるかもしれません。ありがとうございます。では見せてください。つまり可能性は二つだけ。一つ目は、偽の歴史を作った B さんは彼女が離れた後も有効になるようにした。これは少し複雑すぎる気がする。二つ目は、 B さんは嘘をついていない。彼女はシステムが記録した情報を見せただけ。箱舟の墜落時に何と遭遇したとしても、最終的にグレーシュは無傷のまま休眠装置で眠っている。でも遺伝子倉庫の遺伝子サンプルが全部使用されたことも事実。遺伝子倉庫を開けたのが本当にグレーシュなら、その時点で彼女には休眠を続ける理由がないはず。だからグレーシュが休眠している間に誰かが彼女の権限を盗んだという可能性が最も高い。もしかしたらその相手がグレーシュを休眠装置に閉じ込めた張本人かもしれない。犯人が誰であっても、
相手のグレーシュに対する態度には不可解なところが多すぎる。例えばグレーシュを休眠状態にした理由、もちろんそれは安心すべきことでもある。何せ一般的な犯罪者なら。回廊の監視システムは壊れているみたい。さっきの音に関しては確認してみましょう。この破片はどこかで見た気がする。まさか。深さんにはこの展示品を一番最初に紹介するべきだったね。ポロスはこの上に築かれた町だから。え？これは普通の小石じゃなくて神聖を創造した流れ星のかけらなの。うん、ポロスでは誰もが知っている歴史だよ。もし箱舟の破片がビタさんたちが話してた神聖を創造するかけらなら、芸名、つまりポロスは必然的に箱舟が種まきをした後の産物になる。ところで代理人というのは一体何ですか？代理人は代理人だよ。町の公共的な機能を維持する責任を負うの。つまり他の住人たちの代理人ということでしょうか？そう解釈しても大丈夫だよ。この町の歴史は創世神話まで遡るんだ。だからこんな長い文明を途絶えさせるわけにはいかなくて。思い返せばビタさんたちは町と仕事に対しては情熱的だけど、自分自身が一体誰の代わりに町を管理しているのかという話題については何も話そうとしない。それにその相手の代理人たちに対する態度もかなり怪しい。彼女は代理人に権限の象徴、鍵を渡したのにそれを使って禁足地に入り箱舟を調べることを許さない。つまり彼女はビタさんたちに禁足地の中を、特に箱舟とグレーシュを知ってほしくないんだと思う。でも違う視点から考えると、グレーシュが元のままここにいるということは、相手は本当に代理人たちに町の起源の真相を知ってほしくないと思っているのでしょうか。まあその件は一旦置いておこう。ここで悩むより戻ってから和光君とオレンジさんに聞いてみた方が良さそうだ。今は最後の選択肢が残っている。待って、どうして寝室にも監視カメラがあるんでしょう？質問を検出したため回答を開始します。箱舟のパイロットはたった一人だけです。その人物に健康面での問題があった場合、システムが適宜反応し関与しなければ大変なことになります。箱舟の各所に監視システムが設置されているのはそういった状況を防ぐためです。わかりました。説明ありがとうございます。でも2回目に箱舟が旅立った後もパイロットはたった一人だったんですか？はい。じゃあマービンは誰なんでしょうか？箱舟の航行日誌にマービンに関する内容が328点ありますが、全部呼び出しますか？あ、大丈夫です。可能でしたらマービンのイメージが描かれた日誌を探してもらえませんか？マービンのイメージが描かれた日誌は全部で23点です。呼び出し中。
行きましょう。何があってもグレイシュを長く待たせるわけにはいかない。ええ、いつもアトリエにこもって絵を描いていた女の子はとっくに立派なヒーローになったようだ。私はどうしちゃったの？グレイシュ、早く起きないと美味しいものが全部誰に食べられちゃうぞ。グレイシュも我と一緒に漫画が読みたいか？よかったぞよ。読みながらおしゃべりするのが大好きぞよ。ナイトさん、ありがとう。まだ読みたければ今度。その、まだ時間はたくさんあるから。これは、何？グレイシュ、一体どうしたんですか？グレイシュ、お箸が上手ですね。あれ？まさか、今日我らに見せるために、一晩こっそり練習したのか？ソチがいないと今年の鬼ごっこはできぬぞ。ソチ、探偵なのか？来るのが早すぎるぞよ。まだ10ページくらいしか読んでおらぬぞよ。ごめん、勘が当たったかも。グレイシュ、グレイシュ。ナイトさん、そこにいるの？今日、グレイシュは楽しかったか？楽しかったよ。まるで、綿あめの上に歩いてるみたいで、甘かった。明日も、今日と同じくらい、楽しく過ごせるといいな。グレイシュ、やっと目を覚ましてくれたのか。ナイトさん、おはよう。グレイシュ、今はこんにちはが正しい。そんなに長く眠っ
ってたの。ああ。君は随分眠っていた。少し、怖くなるくらいにな。ごめん。もうしないよ。今回は久しぶりによく眠れたから、つい寝坊しちゃったの。やはりそうだったのか。私をなだめるために、スー殿が嘘をついたのかと思っていたよ。スーおじさんは、そんなことをしないよ。ナイトさんこそ、自分に厳しすぎると思う。そうかもしれないな。ああ、私の話はいい。グレイシュこそ、調子はどうだ？私？うん。いい感じだよ。今夜には、最後の原画が出来上がるかもしれない。子供は夜更かししちゃダメだ。わかってるよ、ナイトさん。でも、グレイシュはもう子供じゃないよ。ナイトさん、ナイトさんが私に言えなかった真実を少し思い出したよ。ナイトさんが覚えてる今日ほど多くはないけど、今回は一緒に頑張りたい。ナイトさん、こういう時はもっと喜ぶべきだよ。それにもう半分くらいは成功してるの。うん。今まで私が離れたいと考えるたびに、この日はみんなとの別れを許してくれなかった。強制的に全てを中断させて、私をスタートに戻してた。でも今は、なぜかわからないけど、そうなってない。だから、今回は滅多にないチャンスだよね。ああ。じゃあ、私にやらせて。私は、ついていかなくてもいいのか？うん。私も、たまには勇気を出さなきゃ。グレッシュ、どうでしたか？ちゃんと眠れましたか？多分今まで一番よく眠れたと思う。グレッシュがあまりにも起きなかったから、ナイトさんがすごく心配していましたよ。ちなみに私も帰った時に服が破れていたので、ジョカさんからこっぴどく説教されました。とにかく自分のことに関して私たちはもっと気を配らないといけませんね。周りに心配をかけるわけにはいきませんから。うん、わかった。ところで、フワお姉ちゃん、一つ質問してもいい？はい、もちろんです。じゃあ、聞くね。休眠装置で眠るときに、私はいつもフワお姉ちゃんからもらった曲牌を持ってるんだけど、どうしてだと思う？それは旅の無事を祈るお守りみたいなものだからでしょうか。半分正解だよ。あ、じゃあ玉牌があるとホッとするからですか？昔グレイシュはみんなからもらったプレゼントをベッドに置いて自分だけの空間を作っていましたけど、そんな感覚ですか？うん。でも一番大事な理由は当てられなかったね。玉牌を持ってるのは、フワお姉ちゃんと同じように、いつも暖かいからなの。休眠に入っても、そのぬくもりが私に教え続けてくれるんだ。私が、夢の中にいるって。でも今は、
ここが私の作った夢だって気づいてても極杯の温度を感じられずにいるの。つまり外では何か大変なことが起きてるのかもしれない。そうなるとここのすべてはグレーシュの夢で、私もその中にいるフアなんですね。やはりそうでしたか。ごめんね、フアお姉ちゃん。どうして謝るんですか。その私に真相を教えるべきではないと思ったからですか。ううん、むしろもっともっと早くフアお姉ちゃんに伝えるべきだったと思う。そうすればフアお姉ちゃんだってずっとここで同じ日を繰り返さなくて済むんだから。それは間違っていますよ、グレーシュ。何度聞かれても私の答えは変わらないと思います。グレーシュたちと一緒にいる時間はとても楽しくてリラックスできます。私もだよ、フアお姉ちゃん。次はチョカお姉ちゃんの番。でもわざわざ行かなくてもチョカお姉ちゃんの方から来てくれるかも。チョカお姉ちゃん、復帰お姉ちゃん、グレーシュ、グレーシュ、今回は我が悪かったぞよ。一気にたくさんの絵を頼むべきではなかったぞよ。原画をすごくすごく楽しみにしておるが、今日みたいなことは二度と起きてほしくないぞよ。グレーシュ、この件でジョカは半日も自分を責めていたぞ。幸いにもソチは本当に疲労であれほど眠っていたのだ。でなければ今日夜更かしをするのは別の人間になってしまうぞ。ごめん、みんなに心配をかけたね。そう言うでない、ソチが無事で何よりぞよ。でもその様子では他に言いたいことがあるようだが。それはソチのこれからの予定と関係があるのか。うん、お姉ちゃんたち正解だよ。私はナイトさんと一緒にここから離れる。だってここは私の夢だから。姉上はどう思う。グレーシュは嘘をつかぬ。というよりグレーシュがそう口にした時、我はほっとしたぞ。復帰お姉ちゃん。しかしここが夢だと気づいた以上、もう少ししたら想像で生まれた我らはソチの記憶に溶け込むと思うぞ。だがその前に、無境の外の我はすでに答えを得ているかもしれぬが、今の我はまだ何も知らぬ。ジョカ、ソチにとって神話創作には一体何の意味があるのだ。もっと大事なことかと思ったぞよ。姉上はそれが聞きたかったのか。大事なことではないからこそ今まで聞かずにいたぞ。わかったぞよ。姉上がそんなに真剣に聞いてくれているから我も適当に答えぬぞよ。姉上、我らは普通の人間ぞよ。新たな文明が誕生したばかりの今、100歳まで生きること自体が奇跡ぞよ。その100年間は文明にとって大したものではないが、我ら自身にとっては十分長いものぞよ。姉上も知っていると思うが、我は不安のように責任感が強いわけではないぞよ。過去も未来も我の生活に影響を与えさせるつもりはないぞよ。選べるのならきっと我は最後まで物質的な見返りもなく意志と信念のみで進む仕事など受け入れぬと思うぞよ。一応聞いておくが、姉上ならどうする。選べるなら誰も受け入れぬぞ。だからそのことに気づいた時、ある考えが生まれたぞよ。貫くことがそれほど難しいなら、皆が楽しく最後まで貫くことができる環境を作らねば。
それゆえ我はあらゆる未来人の意志を変え、かつての我らのことを全て伝承してもらうぞよ。先行者たちの努力がみんなに褒めたたえられるだけでなく、遥かな未来で彼らの手で我の気に入ったものを作ってもらうぞよ。フィギュア、漫画、小説、それにゲームも文明の中で永遠に存在し不朽の名作になってもらうぞよ。それは我にとっての創造の起点であり、我にとっての先行者の意味でもあるぞよ。自分勝手ぞ、だが悪くないぞ。当然ぞよ。3000年、4000年、5000年後も我の神話はつけられた印のようにこの大地に存在する。そしていつかいつか展開は幻想ではなく蓄実も不可能ではないと彼らは知ることになるぞよ。彼らがよりうまくできるかどうかについてはその時のグレイシュにもう一枚絵を描いてもらい、我らに教えてもらうぞ。次はケビンおじさんとスーおじさん。グレイシュ、久しぶりだな。久しぶり、ケビンおじさん、スーおじさん。会ったばかりなのに、また別れを告げるだなんて思わなかったよ。スーおじさん、それはおじさんの力なの？力とは関係ないよ。君の眼差しが僕に教えてくれたから。何の迷いもなく未来への憧れに満ちている。去年君が僕たちの居住地を出て一人で旅をすると決めた時と同じだ。あの頃面倒を見てくれたスーおじさんとケビンおじさんには本当に感謝してるよ。もちろん今も。面倒だなんてそれほどのことじゃない。何しろ簡単な部屋や、それほど長くなかった時間。そして次から次へとやってくる、旧友の結末以外。僕たちは君に、グレイシュに、何も残せなかった。ケビンおじさん。事実、あのうららかな午後、過去によって作られた魂の影から抜け出したのは、君自身だ。まだ未知なる新世界に溶け込めず、未来がどうなるかわからなくても、君はもう悲しみと苦しみで歩みを止めなくていい。一瞬の楽しさのために、幻夢に留まることもないんだ。確かに、これは僕の力の範疇だけどね。でも、幻夢だとしても、その主に心がある限り、虚実をつなぐ糸がたやすく切れることはないよ。あ、それは、ずっとここにある。私たちだけだね、ナイトさん。もういいよ、マダムさん、子羊さん。あとは私とナイトさんに任せて。ナイトさん、ただいま。おかえり、グレイシュ。別れは順調か？
順調だった。みんな、もう消えたよ。それは、それはまた、かつてない状況だ。まだ始まったばかりかもしれないよ。ナイトさん、私たちが一体どうやってこの日を迎えたか、覚えてる？覚えているよ。箱舟が寄港した後、私たちは1ヶ月ほどケビン殿やスー殿と暮らした。その後、1年ほど旅行をした私たちは、信州を通った時に偶然復帰殿やジョカ殿と遭遇した。そして2人に招かれ、退去山でしばらく暮らしていた。その間に何かがあって、そのせいで私たちは逃げられない今日に捕らえられたはずだ。でもそれは真相じゃないよ。みんなと別れを告げた後、今日に関することをいっぱい思い出したの。おかげで何が今日を作ったのか理解できたよ。現実にいるグレーシュは大巨山を出る前から未来の方向を決めてたの。そして大巨山を出た後にちゃんと自分の言葉を実現した。彼女は箱舟計画を再開させると決めたのか。うん。その後グレーシュは再び修復された箱舟に乗って新たなルートに沿って航行を開始した。でもそこから時が経ったとある日に、ある強い力が箱舟を捕獲して彼女を休眠装置に閉じ込めたの。彼女が大事にしてた玉杯もその時にどこかに落ちて行方がわからなくなっちゃった。彼女には私がいるけど、この船では最初から彼女一人しかいない。彼女の意識が少しずつ暗闇に沈んだ時、普段は色が最も薄い私は初めて精神の実体を持つようになった。でも私は全然嬉しくなかった。だって私は彼女の孤独と不安だから。私が完全になればなるほど、かえってグレーシュを表すことができなくなる。彼女を守るために、私は彼女からもらったあらゆる色で暗闇の侵食を防いだの。さらに、普段無意識に私に渡していた他の色を使って、彼女が一番気に入った火を作った。そうすると、私は本来の色を失って、すべてを忘れてしまうって分かってた。だから、最後の最後に予想外のアクシデントを防ぐための収束を残した。ただ、この色たちが私の創作の本心をねじ曲げるだなんて思わなかった。もちろん色たちに未知の成分があったのかもしれないけど、それは勝手に好きの分量を曖昧にして、そして一日に永遠というフィルターをつけた。その後のことはあなたの知ってる通りだよ。本物のグレーシュ。何を言っているんだ。私は君が作ったナイト、そうではなかったのか。あなたは紺に近い色を使って自分にナイトの殻を作っただけだよ。というより私たちが一つになれなかったからこういうことになったの。とはいえ私も本物のコンの話し方を知らない。あの頃のあなたはまだ小さくて、今のように豊かな色を持ってなかったから。でも、今のグレーシュの話し方なら、知ってる。だって、一番あなたを知ってるのは、
箱舟が出航してからずっとそばにいた。私だもの。あなたは私の灰色？マービン、やっと思い出してくれたの。でも、私がすべての色を回収するまでは、純白って呼んで。だって今の私は、灰色よりもずっと積極的だから。それに、より一層昔のあなたに似てる。わかった、純白。あなたの言う通りだと思う。長い旅の経験があったとしても、絶対的な力の前で、最後の瞬間に、私は無意識にお父さんとお母さんの名前を呼んで、その後ろに隠れようとした。この分厚い鎧が、私の恐怖を弱めてくれたのかもしれないけど、自分自身に対する認識と記憶も一緒に薄くした。そして最初の今日にナイトになったグレイシュは純白のマービンと出会った。でもそれはあなたのせいじゃない。私たちが感じたあの力、それこそが犯人だよ。あ、誤解してるよ。今でも元凶のあの日が一番楽しかった日だと思ってる。その楽しさは何度も繰り返されるとどんどん薄くなっていくけど、かつての私は知ってる真相を口にしてあなたたちの助けを求めたり、あなたを連れて大巨山を出ようとしたけど、結果的に何も変わらなかった。私が真相を口にしても、大巨山を出ても、次の瞬間、あの力はすぐに全てをリセットしたの。そしてさらに悪いことに、私がいろいろチャレンジすると、あなたは新たな日に理由もなく帰設して、どんなに呼んでも目を覚ましてくれなかった。今日みたいに、でしょ？うん。そんなことがあって、それもループによる副作用なら、強引に抗うわけにはいかないって気づいたの。だから、私はループから独立して、記憶をキープできるっていう特性を利用して、ここから出なきゃって思わせるようにした。もし、あなたがここから出たいと思ったら、ループも自然と終わるかもしれないって思ったの。残念だけど、その試みも成功しなかった。でも、あることを確信できたの。私たちがループを終わらせられないなら、あの力は今日の外だけに存在するって。それは、何かの装置かもしれないし、何かの能力なのかもしれない。今日の外に存在するから、私たちはなすすべがないけど、今日の外に存在するからこそ、相手が何であろうと、今日を永遠に今日にするなんてありえない。私たちが完全に諦めたら、むしろ相手の思うツボ。だから、たとえ誰も真相を知らなくても、手伝ってくれる人がいなくても、ここまで頑張れたのは、ある推測でしかなかったとしても、どの今日も、あなたは痕跡を残さずに、私を導こうとした。そういう穏やかなやり方で、変化が現れるタイミングを待ってた。あなたが思ったように、強くはないよ。ほら、一度は自分が現実には存在しないナイトさんだと思い込んじゃったから、遠い昔にもあなたを導かずに溜まり込んだことがあった。初めての今日を体験するように、
友達と一緒にいる時の楽しさを満喫した方がいいんじゃないかって思ったの。でも、できなかった。ついあなたを心配して、私たちの未来のことを考えてしまったの。そして、鎧の下に隠した悩みも、あなたに見透かされた。私が楽しくないから、あなたも楽しくないって、そう言ってくれた。だから、本物の楽しさを体験してもらうために、もう少し頑張ってみようと思ったの。うん。そうだね。ケビンおじさんたちのところを出た時にも、そういう気持ちがあったんだよね、あの日。日差しが心地よかったから、外に行ってみるべきだって。あなたはふとそう思った。だから、あなたは世界旅行を始めた。いい天気だし、私たちも、そろそろ目を覚ますべきだよ。今回も、失敗するかもしれないのに。うん。失敗しても、私が一緒にいるから。私たちが、本物の太陽を目にするまで。長い夢だったね。まずは今の時間を確認してみよう。確かコンソールはあっちにあったような気が。え？足音。グレッシュ。あ、ふわ。お姉ちゃん。無事だったんですね。よかった。本当によかった。うん。私は大丈夫だよ。ふわお姉ちゃん。少し力が出ないけど、それ以外は全然問題ないよ。それと、久しぶり。そうですね。お久しぶりです。休眠装置が止まったのは、ふわお姉ちゃんがエネルギー供給システムとの接続を切ったからなんだ。そして影にいる敵は休眠装置自体に再興した。ええ、でも私がいなくても、もう少し待てばエネルギー供給システムの稼働はループでの消耗によって停止していたと思います。私はそのゴールを少し前に移動させただけです。逆に言うと、グレーシュが希望を諦めていたら、私がどう頑張ってもきっと何も変わらなかったでしょう。マービンのおかげだね。マービンが最初にこの日を作ってくれなかったら、きっと私の精神はとっくに暗闇に飲み込まれてたと思う。まるで博物館の隅っこにある誰も見ようとしない絵のように。マービンですか？最初、グレーシュが箱舟の補給機関に新しく知り合った友達、つまりアシスタントロボットのような存在かと思っていました。でもシステムがマービンに関する絵を一つずつ見せた時、ようやく気づいたんです。グレーシュが描き出す孤独にこんなにも違う姿があること。星々の間でかくれんぼする灰色の小鳥だったり、枯れそうな花だったり、舞い踊る絵筆だったり、丸い形をしたロボットだったりして、そして何よりもグレーシュだったんです。うん。マービンは
私以外の人とは話せないけど、その言葉をフワお姉ちゃんに伝えることができる。グレイシュを見つけてくれてありがとう。そして私を見つけてくれてありがとうって言ってるよ。そこまでかしこまらなくても大丈夫ですよ。わかった。でも、フワ姉ちゃん、いろいろ話したけど、本題に入ろう。ええ。今明らかにしなければならないことはまだたくさんあります。フワ姉ちゃんは、どうして自分がここにいるかわかる？その口ぶりは、答えを知っているんですね。うん。フワ姉ちゃんは、すでに理由について初歩的な判断をしてるけど、一つ補足しておきたいの。今のフワお姉ちゃんは完全じゃないよ。フワお姉ちゃんの色には半透明のテクスチャーがあって、私がよく知ってるもう一つの色に憑依してるの。あ、色で表現しないなら、今のフワお姉ちゃんは誰かに投影って形でここに送られてきたんだと思う。実体じゃなくて、自身の影を使ってここで調査してるの。グレイシュ、その観察はあなたの能力によるものですか？うん。ループにいるフワお姉ちゃんが言ってたよ。人の色に染まるということは、その相手自身ですらなかなか気づけない本質を見抜くって。言おうとしてたのにずっと言えなかった言葉を口にされるなんて。でも今のグレイシュに本質を見抜く力があるなら、この箱舟に崩壊に関する色は存在していますか？フワお姉ちゃんも知ってるように、箱舟で唯一崩壊エネルギーと深い関係があるエンジンは行方不明になってる。じゃあ視点を変えて、この啓明、あるいは固有世界のどこかにあるこの星ならどうですか？墜落する前に箱舟が方向を大きく変更してなかったら、今の私たちは太陽系の果てにいると思う。質問。箱舟が今いる星はどこ？箱舟が墜落した後に生成された最後の記録によると、太陽から約4500天文単位、おおむね海王星から太陽の距離の150倍の位置にいます。この星は太陽からかなり距離がありますが、不思議なことに十分な光資源と水資源、そして2つの天然衛星があり、崩壊が爆発した痕跡もありません。システムの総合評価によると、種まきに適しています。太陽からそんなに離れているなら光や熱が届かないはずなのに。待って、太陽？グレイシュ、ここの町の代理人は私にある作品を見せてくれたんです。あれが世界の起源の創世神話だと説明されました。その絵には妙な光があったんです。当時の私は特に気にせず、特別な鉱石だと思っていました。地球にとって日差しが重要であるように、町の代理人が私を博物館に入れていいかという話し合いをする前に、ここの空を観察したんです。そこには太陽のような発光体はなく、あるのは果てしない明るさでした。太陽系の果てでそんなことができるなんて、すごく不思議だね。自然現象の不思議ならまだ崩壊エネルギーで説明できますが、それと異なる矛盾がありました。その創世神話にも巷の噂話にも、太陽や火に関する抽象的な概念が存在するんです。つまり
最初にその概念を広めた人は本物の太陽を見たことがあって、文明に対する太陽の重要性を理解しているんです。今の推測を、箱舟を捕獲する行為やグレーシュを眠らせ勝手に種まきをした犯人の行動に加えたら、それってその概念を広めた人と私や箱舟を攻撃した人が同じ存在かもしれないってこと？その通りです。それに可能性は低いですが、その人物が今箱舟に隠れていることも否定できません。質問、今箱舟の内部にいる人は何人？二人です。パイロットとフワです。よかった。イエローさんとインディゴさんはここにいない。つまり何年も失踪してたグレーシュを見つけたとはいえ、慶明の異変に関する根本的な原因には触れられていないということになる。それにグレーシュの投影の説によると、むしろ私は自分の容疑を完全に晴らすことができない。何せ時間的に見ると異変は私が慶明に来た後に発生している。そして和光君とオレンジさんもそう推測したかもしれないのに、私を信頼してくれた。ふわお姉ちゃん、外の音を聞いた？行ってみましょう。外にいる和光君たちが少し心配です。ここは私に任せて、あの子たちを安全な場所に連れて行ってください。うん、フワお姉ちゃんも気をつけて。グレーシュの言う通り、私は本当に投影という形で存在しているみたい。でも他の怪物と対峙している時はどうしてこうならないのでしょう。皆さん無事ですか？フカさん、私たちは大丈夫だよ。フカさん、こちらがグレーシュさんなの？ええ、箱舟の中で彼女を見つけました。じゃあインディゴとイエローは？ごめん、確認したんだけど箱舟の中には私とフワ、フカお姉ちゃんしかいなかった。二人はさっきの怪物にさらわれたりしていないかな？皆さん落ち着いてください。大事な話があります。実は私とリツ姉さんは嘘をつきました。博物館で収穫が何もなかったわけではないんです。むしろたくさん想像していなかった情報が手に入りました。すまない、この件を伝えなかったのは部外者に対して警戒していたのと、みんなをこれ以上不安にさせたくなかったからだ。しかし今後先を考えすぎるとかえって事態を悪化させてしまうだろう。みんなは展示ケースの中にいた人間を覚えているだろうか？物語が進むにつれ、この事件もようやく読者が最も期待する場面を迎えたようだ。そして今、我々のスマートな探偵も記憶の奥に潜んだ影を思い出した。彼女は目を見開いて愕然としながら相手の名前を口にする。まるで今のよ。